今日は浜名湖のウォット海遊館ですか。そうだね、まあ小さい水族館みたいな、はいはいはい、ウォットに行こうと思うんだけど電話したいと思います。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと紹介させていただきます。ありがとうございます。撮影許可おりました。いただきました。ありがとうございます。じゃあ今からウォットに行こう。うん、お、あ、到着しました。はい、これウォットですね。今回ご協力いただいたウォットさんです。はい、イルカオランオランちょっとね不思議な水族館なんですけど、まあ、とりあえず行ってみようかな。そうですね、行ってきましょう。行ってきましょう。これで、ね、はい、はい、これここ追加無料。おお。すごい。海水淡水どっち？え？これさ、金魚とアジ？アジと？うん。フナと？え？どういうこと？ミノカサゴ？どういうこと？ちなみにマハゼは冬ハゼ。じゃあね、5月頃から漁獲されて唐揚げ天ぷらで食べると最高だよ。ウロハゼ。ウロハゼ。ウロハゼってこれや。あ、これか。うん。クロダイ。クロダイ。こっちには木びれだな。そうです、木びれだよね。網に入るとマジ厄介だね。ああ。ホタテウミヘビこれ。結構あれだな、歯ガツガツ食ってる。そう、歯が鋭いもん。あとまあこっちにヒラメ。カレイもいるね。かわいいな。かわいいよ。ホタテウミヘビだ。で、こっちがダイナウミヘビ。はいはいはい。着物で食べるらしいけど。ロアナ。ツボ漁。この浜名湖ではツボ漁という漁法で獲れる魚味なんで、浜名湖に似てるけど、側線と背びれの間に白い点があるのがマアナゴ、ないのが黒アナゴだね。これマアナゴだね。見えてん。あれ普通の中入ってるの。あ、黒だね、あれが。お、お、あのな、何匹かいる。あ、いっぱい入ってるね。本日の収穫です。黒アナゴとマアナゴ。元気いっぱい。あ、俺兄ちゃん去年の夏結構網にかかったじゃん。入った入った。保証代。保証代ね。はいはいはい。エビとかカニ食べるんだって保証代って。あ、でも時期がやっぱあるね。うん、あります。あ、どこ入ってるよこれ。うん、どこ入ってるよ。どうやってくるやばいね。お、カサゴがいる。あ、カサゴだ。あれ、あ、ほんとだ。あ、サルがいっぱいいた。これがトラフグだね。3キロだね。3キロ ?3 キロ。でかい。
んで紹介してます、うん、はい、漁具まで紹介してるね、網が、ね、網の中入っちゃってるから。これは何枚の網なんですかね。あー、知らんに何にやっぱね、アサリをね、うん、何の生き物でもそうだけど、アサリをすごい食べるよ。アサリとかの貝類、餌にいいらしい。そう、これがなんかすごい毒あるのね、うん、確か。あ、こいつ？もうこれ食べちゃいかんらしい。本当にフグと同じような感じ。ああ。絡み合ってる。ツボ。うわあ、ツボ。ツボもいろんな種類がいるんですね。あ、本当だ。コケウツボ、ユリウツボ、トラウツボ、ウツボ。すごいなあれ、うん。出てきそう、何かに。餌やり。水がこぼれない不思議な水槽、ふれあい水槽。ふれあい水槽。どうぞ。いただきます。お、来てる。お魚さん。魚さんね。これが手入れていいんですか。あ、いいだろう。不思議な水槽。はい、入れてもいい。手で追いかけちゃいかん。あ、あった。お、すごい。あ、止まってきた。すごい。何？何？これ。すごい。すごい。これってこう名物だね。寒暖差。あぶなぎ。またウサギ。ウサギ。これ買うんだろうな。あ、すごい柄は。すごい。10万匹に1匹の確率で生まれるレアな。
もらった。あ、俺の師匠来てるんだよね。あ、ギョギョ。俺の師匠が来てます。ギョギョ。じゃあ2回行きます。ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしく。インスタも見てね。見てね。見てね。